秋の電撃王決定戦スプリンターズステークス。果たしてベストスプリンターはどの馬でしょうか。さあ飛び出した16頭、まずまずのスタートといったところであります。先行グループからまず見てまいりましょう。大名プリンセスが上がってまいりました。その外からは2番、モズスーパーフレア、動いたラブカンプ、いい足で上がっていく。7番、ミスターメロディー、3番手を伺おうというところ。そしてその後ろから15番、クリノガウディ、それから名称ウロッケ、10番、グランガレグリア、それからもう1頭アウィルアウェイ、そしてそのうちに14番、エイティンガール、それからビアンフェ。ご覧のように一段すごい競馬になって、いよいよ直線。先頭行くのは11番、ラブカンプ、先頭ラブカンプ、しかし差はそれほどでもない。抜けた。2番、モジスーパーフレア、ミスターメロディーが2番手、ようやく差を詰めてきた。ライトオン級がここから追ってくる。外をついてライトオン級が来ている。1着、グランアレグリア。勢いがありますね。1着、当番、2着、2番、3着、6番以上のように確定しました。